これ分解させてもらうことによってハンドバッグってね、これ裏事情で言うと第一印象ケリーやで。ケリーやったよ。シルエットケリーなんですよ。合皮じゃない？めっちゃ合皮っぽい気がするけど俺。おなんか書いてる。何なのこれ。そう、スポンジもスポンジ中のスポンジじゃない。どうもこんにちは、新進工房です。僕たちは普段革の財布やバッグを作れる職人をやっておりますそうで。これケリーじゃないですよね。でも代表によるとフェリシモ、ナンシー&プリマって書いてるけど、最近パクリするやつ多ない？いや、このパクリはでもまだ分かんねえんで、フォルムの話やんか。シーンのさ、あのアーペーセーっていうロゴはもうあかんやん。あの俺これ互いに始まる前さ、うん、それケリーかっつって質感ちょっと全身かなと思いながら言ってんけど、いやフェリシモですよからさ、フェリシモもそんなパクんねやと思う。シルエットケリーなんですよ。これ調査さんが送ってくれたんですね、ナンシー&プリマっていうかなバッグで、香港のバッグでフェリシモとナンシー&プリマがコラボした時に作成されたものですよ。本柄らしいよこれ。で新品値段わからないですが、メルカリで2500円から9000円程度で販売されてますけど、幅広いで。あ、中古の値段ね、それってこと。お手紙入ってますね、手紙とか読んじゃっていいですか。全力新進工房さん、いつも楽しく動画を拝見させていただきます、ありがとうございます。今回提供させていただいたバッグは、バッグってアルファベットになってる。バッグかバッグか迷うからもう英語にしたらいいと思ったじゃん。数十年共にしてきたバッグです。また英語や。もう新しいバッグも購入してて、これも英語な。テッションイヤーとそのバッグなんで、これ4回目。愛着もあり、なかなか捨てられず、ずっと手元に置いていましたということで、普通に処分するよりは、真摯にバッグ、かっこ英語ね。と、迎えている紳士工房さんにお渡しして、このバッグが、どのように作られたのか知ることができればなと思い、提供することにしました。よろしくお願いいたします。ということで、ここで終わってるんですが、2枚目がありまして、今までありがとう、バッグさんって書いてあるんですが、まずバッグ言うぐらい。PS 匿名希望でよろしくお願いいたします。鬼対策しきれる。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。手紙もありがとうございます。僕、実は手紙全部集めてるんです。それどうするの？手紙集めて。いや、LP に入れようと思って。ちゃんと僕、机の甲に入れてますね、ずっと。クリアファイルに入れて。で、LP 使おうと思ってます。ありがとうございます。あ、出す。だから皆さん手紙いっぱい書いてください。全部どうすんの？LP 使います。チャンネル登録よろしく。今回ポイント2個です。1つ目、現役バッグ職人が全体的に以上を見ていきますので、2つ目が分解していって効率の解説しますので、分解していっていうことでありがたく勉強させていただきます、ランダム告知。これ秋葉線ばっかやってるから、このバタール売れてんの。サコッシュより。たまにサコッシュ行く。サコッシュ行く。もう時期的にサコッシュじゃない。はいはい、さあ、はい、行く。やりえ、玉の取り合いかな、ここは。では全体的な印象を見ていきます。まあそういうわけで、じゃあもう早速見ていきますか、第一印象ケリーやで。ケリーやったよ。どこが違うんやろな。一緒に並べてくれたら俺マジで解説できんやけどな。撮影の手前で俺こう見せられてんけど、で見てまだ新鮮やね。ケリーやと思う、ケリーは見せてもらおうかな、来てもらって。ケリーって外縫いやった。でもケリー外縫いもあるんじゃない。革かどうかって言われたのはちょっとわからないんですよね。でもバラした時に、いや、いい匂いするなと思って。なんかいい匂いするな。なんかだいぶキモいやそれ。送ってもらったバッグに寄ってるって。ケリー外縫いやな。外縫いやろ。まあ外縫い方がやりやすいんじゃないですか、普通に考えて。まあどうでしょうか。元値がいくらか分かりませんが、クオリティは別にその悪くないかなという印象ですよ、僕に関しては。長く使ってるってことなんで、金具は剥げてますが。宝石綺麗。宝石綺麗。これ分解させてもらうことによって、ハンドバッグってね、これ裏事情で言うと、バッグって大きく分けると袋物とハンドバッグに分かれるんですよ。職人も違うんですよ。袋物専門の職人とハンドバッグ系の職人。袋物系の職人はまだいてるんですよ、いてるっつっても平均年齢70歳とか言われてるけど、ハンドバッグの方ってもっと少ないんだな。だからこれハンドバッグの形なんですよ。なんで分解することによってかなり勉強になるんで、そういう面では職人魂が騒いでます。ハンドバッグのメーカー今日潰れちゃうんでね。じゃあ今からまた手元カメラで、見ながら勉強させてもらえますか、では分解していきます。ではバラしていきますか。ありがとう。そうですね、まあ、この辺がちょっと違うっすよね。やっぱケリーとはこのネジで、ネジ式ケリーとか多分あんま見たことないけど、バーキンのあれから言ったら多分リベットじゃない、ここ。リベットで潰すタイプやな、まあ、修理しやすいのは間違いなくこのタイプやけどね。合皮じゃない？めっちゃ合皮っぽい気がするけど俺。でもちょっとな、後で言うけど、こう街裏あるやん、多分加工してんねんけど、ちょっとそれだけもちょっと分からんねんな。ドクターに見どうなの分かれん。ドクターの動画またなんか撮りたいよな俺。めちゃめちゃ村木さんに会う番組があんねん、マツコの知らない世界。あれ YouTube のさ、ファンの方々の力借りてさ、新進工房のチャンネルで出るドクター村木、ちょっと変わって面白いんでつって、みんなで一斉投資してくれたらいいんじゃない。ドクター村木をマツコの知らない世界に出そうで、みんなで頑張りたいっていう、
絶対合うやん、あのキャラ、うん、ドクター奇妙やん、あの奇妙さってさ、あの番組に持ってこいやん。しかもなんかサイコパスっぽいというかさ、あんまこんな年上やねんって憧れやけど、まあ、先輩やしお世話になってんねんけど、第一印象があって、うん、何この人やったもん、ね、業界でもさ村キルイって名前やんか、うん、村キルイって言われてる。俺絶対いいと思うねん。みんなでその送ってさ、その番組にニューチャンネルの URL とか貼ってもらってさ、で知識最強やん、めっちゃ知識知ってるしさ、うん、で喋りうまいしさ、うん、番組向いてると思うねんな。視聴者様、もしよろしければ村木さんがマツコの知らない世界に出演するために協力してください。革なのか表戸を外します。ちょっとこれベルトが革なんか、ほんまにちょっとバラしたら分かる。いや合皮やん、ほらえ、これ芯やろ。あーちょっと待って、この裏え、なんか芯張ってるのか。でも合皮っぽい感じじゃない、だって今のところ合皮やん。そう、バラしていきますが、ここ3目、やっぱ縫製綺麗に、縫製が綺麗なめっちゃ3目、こっちも3目、なおかつここは落として強度を高めている、うん、がしかしケリーとかだったらここ手縫いでいくがミシンでいってますね。上糸と下糸のかかりがあるんで、うん、糸島どうです。糸島リブも良さそう。やっぱ合皮やでこれ多分。え、これ革なん、高い革って聞いてたん。革じゃない、メルカリの情報で革、分からんことやな。メルこれ合皮ちゃうか、多分だメルカリでは革って言われとっただけやろ。めっちゃ気持ちいい、これなんかすごい張ってんな、ペタって、うん、気持ちいいな、スムーズやな、いいですね。ベロン、はい、R のところは挟んで、完全にハンドバッグの作りですね。芯がすごいな、うん、めっちゃ変わってんだこの底部を。多分でも日本じゃとかじゃないな、これ作りがなんか雰囲気的に、金具とかボンドの使い方とかやっぱ中国製とかじゃない。なぜならこのバッグの南進&プリマは本校製だからです。まあ金具見たことないもんな。金具なんか斬新やね、初めて見るんだけど、まあ、気持ちいいな、うん、気持ちいい。これ結構綺麗に使われてるよね。だいたいバッグ見たら性格わかりますね。物を大切にする人と几帳面な人とわかるよ、ね、わかる。これが前戸を取りました。ゆうとぶぞ、気付け、ゆうとぶぞ。そいつ外さないかな、さっき。だから意外と、うん、修理そこだけ直す、そこ直すだけやんかって言うけど、結構これ全部灰で直さなあかんとか結構あるんですよ。そうやな、物によっては、うん、例えばこの中のさ、うん、ファスナー取り替えてってなるとするやんか、うん、結構いかなかやな。結構いかない、だってここ今やってる作業やからな。結構そういうのあるよな、修理持っていったらめっちゃ高く言われたみたいな、できんって言われてんけど、どうなんって言われるけど、まあまあでしょうねっていう。なぜかというと、うん、ファスナーのこのファスナーがぶっ壊れたから直してって言ったら今の作業やらなかったんですよ、うん、これも全部外し、で銅も外し、しかもこの後全部この開いた穴あるでしょ、これ全部拾っていかなかったんですよ。超大変、普通に1本作る方が早いもん、うん、中にあるファスナー系で全部大変な、うん、しかもこの中コイルファスナーやから壊れやすいやろうしな。ほらフラップ取るとか、ノリでペトペトになってきた。謎の文字発見、ウィー、おー取れたね、マサゴリラの手間ですよ、ウィー。おなんか書いてる、何なんやこれ、こことかこの A、 これが A、 A でこれはかな。でも糸処理すげえ、糸処理ちゃんとしてるよな。糸処理すごいな、うん、糸処理、この表側から見たらこうなってます。この糸の処理の仕方が裏から出してボンドで留めてるっていう、この辺はまあ言ったらハイブランドと同じ作りやな、これ、うん、盗んだ方がいいやな、ここ外れ、でも外れてこうへんかってもな、すごいな、うん、こんなんでもいけんや、俺まあ綺麗に使ってたからってなんじゃん、こんなこれでも止まってんねんな、うん、まあ、財布とかやったらいいと思うけどな。そうやな、こことかも全部裏から出して、でもやっぱこの止めてるのがなんかグルーガンのノリみたいな感じやから、その辺がやっぱヨーロッパ系で作られたっていう感じではないよな。芯材もこの紙の芯、ただの紙芯やな、うん、で全面にスポンジ、そのスポンジもスポンジ中のスポンジじゃない、スポンジ中のスポンジやな。でも作り綺麗やな、何本ぐらいしたんやろな、めっちゃめっちゃ超紙芯、紙芯地検紙みたいな、ここ取ったら多分革か覚えか分かると思うけど、合皮やな、合皮やな、あの合皮だから悪いってことじゃないですよ、うん、これが変わってるよね、この透明、うん、この底鋲ファスナー見ていきます。じゃあファスナー行こう、内装もヘリ返しですって。でもヘリ返しも綺麗、ここそうやな、一定で、うん、すげえ綺麗に回ってやったらヘリ返してる。しかもこの合皮なんかノリ効きにくそうですよ、硬くて、ヘリ返しにくそうじゃない、うん、どうなってる。いや、マッチの裏がどういう加工されてるんやろ、ほんとこれなんなんやろ、なんか貼ってんじゃない、生地なんかちっちゃう、
生地やそういう。でも革をこの生地の質感ってさ、バインダー加工っていうか目止めした革に似さしてるような質感、うんうん、でこことかはもうちゃんと後ろから出してるしないと。いやどうしよう、超綺麗、うん、これ何の目印なんかよく分からへんけど、このファスナーをじゃあ直してねって言ったらここまで分解しないあかんとか、そこからこれ外してようやくやんな、うん、なかなか大変やこれ。SOK 分からん、 SKO やったら近くのファスナー屋さんやけど、っていう感じですかね。まあ以上です。あ、いいです。結果&総評、まあ、分解完了しました、うん、あのめっちゃ綺麗です、ね、作り綺麗やったけど素材がお休みやったな、うん、まあ革じゃないっていうね、うん、綺麗やったらボックスカーフやと思うよね。ボックスパカーフっぽい感じの質感の合皮って感じ。合皮だね。で何十年も使ったけど合皮結構活用が残ってないな。これいい合皮なんやそれすごいな。糸処理全部裏で丁寧にされてるし、うん、まあ、こういった芯材とか紙やったけど、まあ、すごく大きな違いかなっていう、うん、クオリティは良かったです、うん、革やったらなもっと綺麗やったなっていうのはちょっと個人的に思いますけどね。なんか素材安いけど、そうやな、そこが問題点でもあんねんな、賞味。なんでお前一人気づいた感じやけど、到達した感じだけど、どうしたの、うん、素材の値段ってさ、うん、もうどうすることもできへんや、うん、革やったら革の値段が、うん、けど人件費、うん、外注先の人件費って何とでもなるというかさ、人によってもさ工賃変わるしさ、同じもんでもメーカーがこの人には1000円で出すけど、うん、この人には1500円で出すとかもあるやん。結構さないがしろにされがちというか、最後の調整でいかれるやん。材料費とか全部積み上がってきて、これぐらい自分とこ利益欲しいから職人の工賃こんだけみたいな感じになるのあるやん。それがちょっとな、このカバンにも垣間見えたというか、うん、まあそんな感じやな。ね、急にキャンセルする。いいバッグでございましたね。うん、まあ、今回もいろいろ勉強になって、うん、まあ良かったと思う。うん、まあ今日このことでございました。はい、最後に。あ、次回予告ありますよ、うん、次回予告、またワークマンの購入したリュックをレビュー予定です、うん、ということで、最高級の限りなく本革に近いと言われている合皮のリュックを使用したバッグですが、果たして評価はということで。買ったなんか、なんでまた次回以降、うん、ユニクロとワークマンのリュックも比較しますってこと。前回のユニクロのリュックとワークマンのリュック伸びたじゃないですか、うん、じゃ あのこういう人おると思うんですよ、うん、あ、どっち買ったらいいのっていう、そうそうそう、そう悩んでる人おると思うんですよ、うん、まあ、そういう人に対してこれだって言いますんで。し、なんかさ、うん、ユニクロもワークマンもさ絶対評価で言ったら全部12になって10点になってまうやん、うん、でもこう相対評価やったらさ違いが出てくるやん多分。だからそういう面でも僕らユニクロのリュックレビューしても12になってますし、相対評価やから、うんうん、けどやっぱまあ比べることによっていろんな違いとか、こっちの方がこういう風にいいとかいろいろ言えるやろうから、なんかいいかなっていうので、うん、僕があのやりたいって言ったら高井に結構拒否されたんですけど、嫌われてますからね、うん、でしかも僕、しかも最近ガイアの夜明け TVer で見てたら、うん、たまたまワークマンやってたんですよ。ああいいです、ね、見たら、うん、専務かな、うん、が出てたんですけど、うん、店舗の視察行った横にユニクロがあって、うん、ユニクロの店舗見て、うん、ああ眩しいなーって言ってたから、やっぱ意識してるわけやんか。だからやっぱそこで比べるっていうのはライバル同士っていうか、まあ、ワークマンは意識してるわけやから、そこら辺でいいんじゃないですか。はい、まあ、次回やろうかなっていう、うん、まあ、それ以外にもなんかあのリクエストあったら、これとこれ比べてくれよとか、どんどこのサイトでパチモン見けたけどこれってどうなみたいな言っていただけると、まあ、ありがたいですね、うん、まあ、そんな感じで、まだ、皆さんのコメントお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。最後に進捗状況です。遅れてしまい申し訳ありません。どうぞ。今何作ってますか。今ズボラサコシラージのパスケージを作ってます。はい、急いでます。ありがとうございます。もうしばらくで発送できます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。